震源包み震源包みは山梨県海士竜王にある堤防である。しかしその堤防だけでなく、震源堤や西武市、将棋や玉などの治水構造物を含めた総合的な治水システム自体を震源堤として指している場合もある。なお治水システムの構造物に眼光が含まれ、これを急流河川が高隅堤として解説、紹介されることがあるが、 信玄み自体は霞邸ではない。戦国時代に、甲斐の守護、戦国大名である武田信玄により築かれたとされる。資料上では、竜王川除け城と記されており、信玄邸の古称は、江戸時代後期から見られ、近代以降に一般化した。また、信玄邸と呼ばれる堤防は、武田氏以降のものを含め、県内各地にも存在する。竜王邸 震源包み付近の空中写真。写真情報より、下方に流れる釜梨川の左岸に、帯状に見える緑地が、堤防部分である。また、竜王河原宿の短冊型地割りも、航空写真からわかる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成し、原堤から釜梨川上流方向を望む。 復元された西牛海の国は内陸部の山間地域であるが、国中地方では平野部である甲府盆地を有する。盆地底部は笛吹川と釜梨川両河川の氾濫源であったため、古来から大雨による水害が発生する地域で安定した定住は困難であった。新元帝の所在する海の支流王竜王新町付近では、縄文時代にわずかな定住痕跡が見られ、 古墳時代には、震源邸の南方に位置する赤坂台において、赤坂台古墳群が造営された。平安時代後期には、篠原僧が成立する。平安時代の延長5年に成立した演儀式では、カイ国は河内国、伊賀国と並び朝廷から、堤防領が支出されていたと記している。水に関わる伝承として、近世初頭に原本が成立した。 紅葉軍艦ではかつて、甲府盆地が湖であったとする海国湖水伝承を記している。釜梨川は、支流の五直市川とともに、盆地西部において水害をもたらし、戦国時代から江戸時代初期に、震源亭の築造、五直市川の治水が行われるまでは、両河川とも盛んに流路を変更し、釜梨川の東流路は、甲府へも水害を及ぼしていた。 海の国主語である武田氏は、盆地東部を拠点としていたが、戦国時代に国内統一を果たした武田信虎旗は、甲府に館を移し、武田城下町の整備を行う。天文11年6月に信虎を追放し国主となった春信武の初期には、品の信仰を本格化している。川城工事の開始時期は不明であるが、明治以前日本土牧史では、信濃信仰と、 並行して、天文11年に、堤防築造が着工したとされている。一方で、川所、場で行われる夏見行きの開始時期が、工事年間であることから、工事年間までには着工されていたとする説もある。国市によれば、はじめ植林などを行われていたが、五直市側と釜無川との合流地点である竜王の、黄岩に堤防を築いて五直市側の流路を鍛え、移し、 鎌梨川流路を南に制御が試みられたという。震源邸に関する最古の文書は、A63 年8月2日付の武田震源、印番状とされる。同文書では、竜王の川城に居住した際に、家ごとの胸別役が免除されることを記しており、竜王の川城は、震源包み、竜王河原宿を指しており、同文書が発給された、A63 年以前には、 堤防の築造が行われていたと考えられている。同文書には、宛名がなく、武田氏は広く竜王河原塾への移住を呼びかけていたと見られている。武田家主院上また、竜王河原塾に所在する資料として、腰石や屋敷前の側溝にかけられていた、旧竜王河原塾石橋の名文がある。この石橋の部材は永六四年の年季を有し、 A64 年に、一ノ章がかけたもので、後部一郎衛門が速攻を設けた際に出入り口に、利用されたという。慶長8年の竜王村県地町には、一ノ章の存在が記され、腰石家の先祖にあたる人物であると考えられている。旧竜王河原宿石橋堤防築造と補直し、川地水により、洪水被害は緩和され、盆地西部や竜王では、江戸時代初期に、 用水路が改作され、新田開発が進み、安定した生産力が確保されたと考えられている。天正年間には、年未章6月29日付武田市衆院上によれば、決壊した新原定に対応する不信として、釜梨川下流域を指す、水下の豪村に居住する御家人、五院番州が中心となり、妊婦を動員すること指示されている。なお、 内容の解釈に対しては、宛名が水下の号となっていることから、武田家が御家人、御隠番州を通して、堤防工事を実施したのではなく、水害による被害を受ける釜無川流域の豪村が、村内に居住する御家人、御隠番州を堤防工事に動員することを願い出て、許可され、村が中心となり治水工事が行われたとする説も、ある。この主因状は、今福正沙が、 笹具社を務めた、宝書式主印上で、寸法は縦32.6センチメートル、横45.3センチメートル。武田勝頼の用いた、獅子主印が夏印されている。年代は、天正元年説、天正四年説があるが、平山優は、獅子主印は勝頼が、天正五年以降に使用した新潟であることや、今福間さつねが、泉守の関東名を使用するのは、 武田屋中において家臣が一斉に官と名、受領名を変更した天正8年1月以降であること、さらに今福正常が笹久社を務めた宝書式主院場は天正9年に限定されることから、この主院場の年代を天正9年6月と推定している。また、平山はこの主院場で記される新限定の結界に関して金見狂気、 同年5月20日上には、京都における大雨、洪水が記録されていることや、家た日記にも、同様の水害が記録されていることから、天正九年には広範囲で大規模な大雨、洪水に見舞われていた状況を指摘している。天正十年3月の織田、徳川連合軍による、武田両信仰により武田氏は滅亡し、同年6月の本能寺の変により発生した、天正人後の乱を経て、 会は、徳川家康が領する。徳川家康は、豊臣政権に服従すると、関東へ違法され、会には、豊臣秀勝、加藤光康を経て、文禄二年には、浅野長政、吉長が入った。浅野氏時代の竜王新元帝に関する文書として、文禄五年の浅野義明書状がある。同文書によれば、浅野市家臣である、浅野義明は、甲府、 府中八幡神社に対し、国中地域の神職に対して、府中八幡神社の不信に参加しない者は、竜王の包みの不信に従事することを命じている。府中八幡神社は赤い、国中地方の僧者であり、竜王神言帝の不信は、僧者の不信に匹敵する、重要性を有していたと考えられている。近世にも竜王帝の不信は続けられており、江戸時代にかけて、中駒郡 昭和町や中央社方面へ、部分的に延長された。1994年に行われた昭和町火星の発掘調査によれば、堤防は、河原の砂礫層に区位列が施されたもので、内側へ突出した、石積み出しの痕跡も見られる。新旧の差が見られ、修復が繰り返されていたと考えられている。現在の竜王河原宿竜王河原宿は、堤防の日常的な管理補修や、 水害発生時における、堤防防備の労働力確保のため設置された宿で、赤坂大地の南園に位置する、釜無川旧河川敷の一角に位置する。現在の海の支流大和東浦、西浦地区にあたり、短冊型縛りが見られる。所見資料は1560年竹だけ印板上で、あるが、この段階で、胸別役一切免除の特権を条件に移住、 A68 年文書によれば、移住者は主に現在の海の地域や南アルプス地域など近辺から集まっているが、特に宿に近い八幡の里や西山郷が多く、屋敷受け人として名前が記されている有力土豪の一族や配下が移住者となっていたと考えられている。また、A68 年文書では、当初の条件であった村別役免除の縮小が記されており、以後も、 諸役免除は徐々に縮小されている。三社神社、鳥居府伏神石田、三社諏訪神社日本では、古来から堤防の安全を記念する川女祭礼が行われているが、新元堤では、中世が現在に至るまで、竜王河原宿において、三雪祭りが実施されている。三雪祭りは、大見行、き、三社みゆきとも呼ばれ、通称、おみゆきさんとして親しまれている。 みゆき祭りは古来には毎年4月11月のいの日に実施され、前者は夏みゆき、後者は冬、みゆきと呼称された。みゆき祭りは、海区に一宮、浅間神社、海の国にのみや、三輪神社の御輿と、海区二蔵宮、玉所神社の行列が三社が誕生され創建された、竜王河原宿の三社神社まで登御する。夏は行列が、 竜王まで向かうのに対し、冬み雪の行列は、現在の甲府市上石田に所在する三社諏訪神社まで向かった。みゆき祭りの行列は、各社から川除祭礼を行いつつ、みゆき道を経て竜王へ向けて行進する。竜王川除場に達すると勘主が水神に対して水防記念を行い、神輿の担ぎ手が一斉に河原へ向かって、小石を投げて神事は完了する。 県内では、山梨市の久保八幡神社秋祭りにおいても、同様の祭礼である、お川除けが行われている。三幸祭りは、古代の天朝2年に開始されたとする伝承がある。海の国における川女祭礼自体の起源は、諸国一宮制の確立した平安時代にまで遡ると考えられているが、戦国時代には、工事3年12月2日、 武田春信藩物、浅間神社文書、坂内家文書で、貝の国主語、武田春信が、浅間神社、三輪神社の官主に対して夏、冬の三行祭りと年始の三回に、甲府の筒子ヶ崎館へ出資することを命じている。また、二宮三輪神社に伝わる、二宮祭礼町に、三行祭りに関する記録が見られる。古来は、三越が、 神石田まで渡御する形態であり、後に竜王まで渡御する形態に変化したという。中世の開国では、豪村単位で行われる祭礼に関する見られるが、三雪祭りはこれに対し広域の村が参加し、守護、武田氏も関わっている祭礼であることが指摘される。竜王河原塾には三社神社が鎮座している。海の国史神社部によれば、三社神社は、工事三年に誕生されたという。 三社神社には中世の鳥居が現存している。この鳥居は江戸初期の女王元年の年季があるが、これは修理名であることが指摘され、造流は室町時代末期であると考えられている。海の国史によれば、近世には甲府の一連寺において、甲府金盤に五冊を献上して、聖堂の奉納を受け、上石田の三社諏訪神社へ立ち寄る。三社諏訪神社も同様に、 三者祭り神が誕生された神社で、現在でも冬み雪は三者諏訪神社まで渡御することから、神石田までの渡御が古来の形態で、五直市川自水、信玄堤築造による開発で竜王川上場までの渡御に発展したと考えられている。また、神石田への渡御は荒川の水防祈願とも関係しているとも言われる。みゆ祭りに関しては、若尾金之助、野沢正康、 斎藤のリオラによる道筋研究がある。歴史学においては、平山優が戦国期の祭礼について考察している。竜王四花村関、竜王新玄堤大岩の南アルプス市場高砂地区に点在する旧東竜、新四竜王四花村関は富田一の黄岩下の水道から取水し、本竜王、竜王新町、篠原、富地区に他の四花村を考えする。 ヨ水石関。通称は四家カ村関。カの国史によれば、江戸時代の寛永年間に、大歓触れ頭、平岡和義が開作し、河原の館であった、肥畜河原の館が開発され、富畜神殿が成立した。このため当初は、富築新田記と呼称されていたが、教法13年には竜王村、竜王新町が、原文2年には、 篠原村がクワーリオン加村関と呼称されるようになった。竜王信玄帝や将棋頭、石積みでなどの堤防の構造物を描いた絵図類は江戸時代から出現する。1829年8月作成の信玄堤絵図は、原図が1688年6月に作成された写しで、法量は、 縦7 9 1トル、横2 6 3 6トル。原図は1688年に龍王村、龍王新町の名主、長百姓により作成され、1829年に、富地区新田の保坂家により写しが作成された。画面左右が南北となりか真梨川、龍王新原庭と龍王村の集落、用水路が俯瞰で描かれており、 堤防や湿みで三社神社の存在が確認され、道は主戦で描かれている。五本丸様書き上によれば1688年に竜王村では甲府藩に対して戦国期以来の特権継続を願い出ており、本図は村の由緒を記した書状に添付された絵図であると考えられている。1824年作成の新元包み絵図は、 のにより作成された絵図で江戸後期段階の震源亭の構造が描かれ、1688年に作成された図と比較すると、竜王村の集落や用水路等が省略され、竜王震源亭と水門や蛇火後のみが描かれ、純粋に震源亭の構造のみを描く意図であったと考えられている。また、 その図と比較すると廃止された取水口や新規に設置された水門の存在など構造の変遷が見られることから多くの姿を記録する目的で作成されたものであると考えられている。この他にも震源堤を描いた絵図や村絵図なども存在している。釜無川の両岸とその周辺には竜王震源堤防以外にも様々な堤防、治水施設、用水路などが存在する。 竜王神限定の所在する釜梨佐賀の貝野市竜王から下流へ向かうと、前後直市が釜梨川中央流路を防いだ、下川のぞくがあり、対岸の南アルプス鹿高佐護には百軒包みがある。下川のぞくに連続して、貝野市西八幡には西淡田包みがあり、五直市川南流路を防いだ。さらに下流では、昭和町山の上付近において、くくりの包みがあり、 その東側には霞堤が築かれている。くくりの包みから、対岸の南アルプス市境中城には、八し下包みがある。さらに下流へ下ると小厳堤がある。海の国士に、眼光に殺技して重複せりと表現された堤防が、設けられ、ケヤキなどの樹木が植えられた、震源包み周辺広域空中写真。画像左上方より釜梨川側、五直市側が合流し、 赤坂第一生誕に突き当たり、流路を南南東方向へ変える。1975年撮影の9枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。震源つつみは、文化11年間、海の国史以来、武田震源関係の標伝や山梨県の自治体史等において、 震源期に主導された代表的地石と位置づけられてきた。昭和戦前期には、昭和2年、中駒郡子、昭和11年、山梨県総合郷土研究が、震源帝に言及し、戦後に本格化した実証的武田市研究においては、足立光が江戸期の五本丸様書き絵を用いて、震源包み地区帝当初の形態復元を試み、芝辻春緑は、 新源帝の築帝と竜王河原塾の成立過程を論じた。一方で、新元期の関与を示す直接的な資料がないことから、笹本正春は戦国期大名権力の力量では技術的にも大規模な人足動員を必要とする治水は不可能であったとしている。また、足立光は近世期の県知町に見られる国高や障子名を分析し、 釜梨川の急流路を分析し、川崎剛は歴史地理学の手法を用いて近年では南アルプス地域の開発に際して、五直市川急稼働に関する考古学的調査が行われ、2004年に開催されたシンポジウム新限定の再評価において報告された。同シンポジウムでは五直市川の原流路は短期間に形成されたものであるが、 自然解釈であった可能性が示され、堤防工事が自然作用による流路変更を固定化したものであるとする説も提唱されている。これを踏まえて文献史学の立場からは、信玄の知跡であるとする立場は維持しつつ、堤防工事は大名権力による川助手らの技術者集団や労働力が動員され、河原塾設置や用水路開削など、 一定の計画性により行われたものであると評価する意見が見られる。山梨県立博物館では2007年から共同研究、海の治水、利水と景観の変化を行い、震源包み絵図や検知帳を分析することで堤防の形態的変遷や高地の開発過程を検討した。AB、水の国山梨、P6 勝又、P417 ハット ABCDEF。A 水の国山梨、P110 平山、P4ABCD、水の国山梨、P111 ハット ABC 平山、ピアニッシモ、11から12山梨県立博物館、帰宅、今沢家文書 ABCDEFGH 平山、P561、平山、ピアニッシモ、560から561、絵松またち、海の石像鳥以外館、 開示ナンバー26山梨郷土研究会、1975年、足立、初期、新元帝の形態について最近の秋、小島説をめぐって、日本歴史335号、1976年、芝辻、戦国期の築帝事業と河原塾の成立、会の史学特集号、1965年、笹本、武田新元、 伝説的英雄像からの脱却マイナス中高新書、1997年、足立、釜梨川治水の発展過程、金星街の治水と、開発1993年、川崎、釜梨川の流路変遷について、武田市、研究13号、1994年、今福里へ、未大川流路の変遷と地域の所葬、新限定の再評価、平山優、 中近性移行機外における治水の発展、新限定の再評価、ありがとうございます。